久保さん。今回は自分の気持ちに正直に生きるでいいんじゃないですかね。自分の気持ちに正直に生きる。みんなやっぱ自分に嘘ついてると思うんですよね。嘘ついてるというか、なんかその、こうしたいと思ってるけれども、うん、それを自分にはできないんじゃないかなとか、まあまあ嘘ついてるというかね。だからそうしたいんだったらそうすればいいっていうね。そうしたいんだったらそうしろと。 だけど、そんなこと言っても、今、家庭の事情がとかね、うん、収入がとか、会社がとか、いろいろあるでしょ。僕は、そうしたいと思って、そうしたんですよね。で、うん、まあ、これは僕にしかわかんないですけど、前の会社を辞めるときっていうのは、まあ、何十年も働いて、あの、社長までになってね、まあ、辞めるときお客さんにも、 言われましたけどね。吉谷さん、あの、やるべきことが違うんじゃないですかとかも言われましたよ。で僕も辞めるときね、それ相応の、あの、社長の前で3回も、3回ぐらいもう泣いたし、あの、いろいろな思いがありましたよ。多分ね、従業員が辞めるとまたちょっと違うと思うんすよね。<laughs> なんかその、 企業、創業、創業当時からずっと一緒に行って大きくしてね。で、グループ会社の社長になって、で、そこ離れるっていうのは、僕もめちゃめちゃ考えましたからね。だけど、んここで、自分の、もう、年齢も年齢だし、ここでなんかやり、あの、行かなかったら、多分ずっと変わら、変え、なんか人生、あれなんじゃないかなと。うーん。だからまあ、 いろんなきっかけはあったんですけどね。きっかけはあったけれども、あそう思ったから、そういう風に、自分の気持ちに素直に、正直に決断しました。で、今、鹿児島にいるんですけど、まあ、結果良かったですね。<laughs> 結果良かった。でも、もし僕があの決断してなかったら、この億万長者シリーズ、億万長者合宿もやってないですね。間違いなくやってない。うーん。 だからまあ、自分の気持ちに素直に生き,れられ生きられる人生を送るといいんじゃないかなと思います。もちろんその、後悔後、後悔というか、何だろうな、僕が決断するときに思ったのが、自分の気持ちに素直に生きてダメだったらしゃあねえなっていう、諦めは、後悔はするかもしれないけど、諦めはつくかなと思ったんですよ、要は。多分後悔は、なんか、 100%正しい決断ってできるかっていうと、多分、難しいじゃないですか。100%完璧に的中できる人っていないと思うんですよね。こうやったら未来がこうなるとかね。そんな深くて要素ありすぎて、やってみないと分かんないし、ただ、自分の気持ちに素直になって、それでダメだったら、踏ん切りはつくかなと。うん。っていうのは思いましたよね。だから、まあ、 もし最悪ダメだったらまたはなんかどっかでね、就職してバイトでも派遣でもするしかないなと思ってた部分もあるし、うーん。でね、僕はマイナススタートでしたから、しかも。うん。まあほんと、うん、怖かったですよね。2000万マイナスからスタートしてね、貯金通帳ゼロで、ここのやっぱ20万の初期費用もない状態からだったんで、 うーんまあ、いろいろ4年間大変でしたけどねうん。ただまあ、自分の気持ちに素直に生きられる人生っていうのはすごくいいんじゃないかなと思いますうん。で、その自分の気持ちに素直に生きられる時間もないよって話ですね。ないじゃないですか。もう死んでくばっかなんで。うんだからもしあの時は本当に僕決断しなかったら、 どうなってたんだろうなっていう。まあもちろん、やめてなかった、やめてなかったの人生あるだろうし、また違った未来があったのかもしれないですけども、少なくとも今みたいに自由なあー暮らし、自由な発信、えー、自由にこう生きるっていう自分が目指してた、当初ね、当初ネットビジネスを,をあのやりたいなと思ったのは、もうあのレターですからね、パソコン1台で自由な暮らしっていう <laughs>、もうここですから。 もう僕の原点は、パソコン1台で月収100万で自由な暮らしっていう <laughs>、そんな生活できたらいいなっていうのがあったんでね、うん、まあ自分の気持ちに素直になるっていう、だ自分の気持ちを自分が嘘ついて、自分の気持ちに自分が、自分が裏切ってしまったら、誰が自分の人生を歩むのかっていう話で、<laughs> これはだから自分とね、かなり向き合うっていうことが大事なんじゃないかなと思いますね、真剣に。 だって一度きりじゃないですか本当に。ありきたりな言葉ですけども、その本当に一度きりの人生をどう歩むかっていうのは、やっぱその人生の岐路によって、そのステージによって、やっぱすげえ考えた方がいいと思いますね。特に僕が考えたのは34の時か。もうあと1年で35だぞみたいな、たぶん34、3ぐらいだったと思うんですね。4年前なんで。うん。 だからもも二29とかね、20代の時にまた決断してたらまた変わってただろうし、うん。でも、あれが僕のリミットだったと思います。今思うと。今、だって今、もう来年僕40ですけど、40でそれできるかっつったら、ちょっと難しいですね。てか、もう用、用できないですね。そんなアグレッシブないですよ、多分。うん、40で借金2000万スタートで鹿児島行くっつうのは、結構ちょっとね <laughs>、 今やれって言ったらできないですね。うーん。だから、そういう決断もできる、できなくなることもあるじゃないですか、もう、年取ると。早、早めに早めにやった方がいいと思いますね。うーん。で、その、なんだろうな、久保さんも40からやってるわけじゃないですか。まあ、僕はさ、あの、33、4の時に一人になりましたけど、なんか、 別にその、サラリーマン、別にサラリーマン辞めなくても、別に続けながらね、給料もらいながらやろうと思えばできるわけじゃないですか、別に。<laughs> 会社経営してるわけじゃないわけですから。やっぱその、かあのー、そこまでの責任はないと思うんですよね。会社の売り上げが下がったら、従業員に金借りてきてまで払うとかの、そこまでの責任ってないと思うんですよね。うん。だから従業員で働いてるんだったら、めちゃめちゃ、うん、まあ、考えようによっちゃ、 給料も安定的に入りながら副業できるわけじゃないですか <laughs>。うーん。あとはもう自分次第じゃないですかね。自分がどういう人生を送りたいのかっていう。自分に正直に生きれるために頑張るっていう。僕はもうこの生活維持したいんで、もうひ,ひたすらやり続けますけどね。なぜならば、この生活が最高なんで。うん、こまあもう本当にね、こんな生活が本当にあるんだなっていう。 まあ昔、ゴーストライターで書いてましたけど、会社に泊まり込みしてね、カップラーメン食って、缶詰食ってやってたんで <laughs>。まあ、メルマガでは書いてるけどね、自由になれますよみたいな。全然自分自由じゃなかったんで。あまあ、このせ、この世界に、自分がこう、踏み入れて生活してみて、いや、ほんとね、なんか、異次元ですねい。今でも、今4年やってますけど、 異次元ですね、この生活。ちょっと。だって、考えてほしいんですけど、毎日夏休みみたいな話なんですよ。おかしくないですか毎日夏休みってありえます <laughs> 異次元じゃないですか、ちょっと。まあ、やるべきことはやってますよ。でも、それは自分の意思でやってるので、まあ、あとは、まあ、あの、飯食っていくために商品作って売るとかね、それは最低限やるべきことはもちろんやるんだけど、うーん、なんだろうな。本当にその、 全部自分の意思で生きているっていう感覚ですよね。うん、あこれはね、僕はあの死ぬ前にこういう生活ができてよかったなと思いますね。死ぬ前に。うん、こんな生活は本当はあるんだなっていう。でこれがよく、一般的に言うと、定年退職してから65とかね、60からみたいな話じゃないですか。でも65とかから自由になったとしても、やれること限られてるじゃないですか。やっぱり。 うーんまあ旅行行くね、シニア旅行みたいな JR の中、なんかあったような気がするんですけどうん、まあ早めにした方がいいんじゃないかなと思いますね。本当に。はい。ということで、いってらっしゃい。